挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました。面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。ただいまホテルで撮影しております。ということで昨日一昨日と大阪でイベントがありまして、どう考えてもジャンプ会間に合わない、家に帰れないということでホテルで撮影しておりますが、人生初の大阪、めちゃくちゃいい思い出になりました。本日は月曜日ということで買いましたジャンプ、呪術廻戦最新190話までの内容を含みます。参考本派の方、未読の方はネタバレご注意ください。そしてまだ未登録で見てくださってる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。いやもう最近さ、バトルばっかりだったからさ、物語的な進展はあんまりなかったんですけど、今回は呪術廻戦らしい情報量の多さでございました。2週間ぶりの呪術廻戦ということで、前回までの内容を軽く振り返りますと、はかり VS カシモはじめ、カシモを海に落とし呪力を放電させようとするも、カシモはそれを極力抑えて、発生したガスではかりがふらついて海の中に落ちる、海の中で戦って、最後カシモが何かねやろうと仕掛けたところで大爆発が大きい、2人の勝敗はどうなったんだっていうところで救済に入って、呪術廻戦読者はもうこの2週間が待ち遠しいっていう感じになってたわけでございます。ということで、その爆発の影響で海水が空へ舞い上がり、ザバ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 落ちてますね。ここで驚いたのが、パンダどうしたのと。前回まではですね、パンダが首だけ状態になって、おそらくどっかに転がってるぞということで、どんな姿でパンダはこのバトルを見守ってるんだろうっていうことは言ってましたが、なんか小パンダだけど小パンダじゃないみたいな姿になりました。パンダは今まで体に穴が開いたりしてね、綿が出てても、おそらく矢川学長が直してるんじゃないかと思っていたんですが、今回は首だけになってからちょっとの時間でここまで戻ってるということで、呪骸の特徴として残った残存部分で形を保つことができるみたいな力はあるのでしょうか。ただそこに転がる腕、こんな不穏な子もありますか。そしてはかり金次とカシモはじめのバトル、海から上がったのはカシモはじめだった。カシモは海の中で極力呪力が出ないようにこう抑えていましたけれども、最後思いっきりこうバーンやったことでね、呪力はもうすっからかん。ただ海へ上がったところ、はかりの顔面パンチ食らって、あの大爆発でどちらも生きていました。どうやらね、あの大爆発は水蒸気爆発ということで、カシモが抑えていた呪力を一気に解き放ったことで熱エネルギーに変換され大爆発が起こったようです。そしてカシモくん、ルールをよく理解している、次核変だからやばいって。はかりが核変継続になっていた場合、高確率でまた大当たりを引かれてしまい、不死身モードに突入してしまう可能性が高い。なのでカシモは最後の力を振り絞り、はかりの腕だけでも落とそうとした。その理由は、座殺爆徒がもうすぐ終わる、終わってから領域転換するためには印を結ぶしかない、なのでそれをさせないために手を狙ったっていうことですよね。ただここに関しては以前もダゴンが領域転換をしようとした時に、ナオビトに腕というか指を切り落とされて印が結べないような状態にされました。その時ダゴンは自分のお腹でね、印のようなものを結び、領域展開タウンヘイセンをしたわけなんですけど、そこと同じような考え方だと思います。ただハカリはあえて自分の左腕を切り落とすっていう縛りをしたことにより、その左腕に集まる呪力を犠牲にというか、それを捨てることで爆発から守ったと。こういうね、トカゲがピンチの時に尻尾切り離して逃げるみたいな、ハカリのとっさの判断力がすごいです。そしてやはりあのセリフは布石だった。俺が勝ったら100点使わせてくれよ、好きにしろよ、以前の二人のやり取り。ということで今回のハカリ VS カシモは両者どちらも死なず、カシモがハカリに100点を譲る展開、これで落ち着いたと思います。ただここでびっくりするのは、カシモくん術式やっぱり使ってませんでしたと。どんだけやべえやつなんだと。一応今までもカシモって術式ないんじゃねみたいなことも言われていたんですけど、実際はカシモは術式を持っており、しかしそれが一発しかできないっていうちょっと特殊な術式だからこそ、温存というか自分の目的としているスクナ、そのスクナにしか使う気がなかったと。なのでまだカシモの奥の手っていうのは残ってるのかもしれません。とりあえずはハカリの目的、100点をもらって新しいルールを追加すること、カシモの目的、両面スクナ、まあお互いの利害関係が一致するというか、二人は取引をしたと。それがカシモの目的、スクナと戦わせること。今までの考え方では、以前のファイトクラブの時にハカリとキララはスクナみたいなハテナな反応していたので、このカシモにチラッとね
宿儺のことを言ってしまって、カシモが東京第一コロニーに向かう展開みたいなことも考えたりもしましたが、ハカリはしっかり宿儺のことを理解していました。分かっていないパターンではなく、分かっていたパターンだった。宿儺はハカリの後輩の虎杖悠仁の中にいる。だからある意味ね、ハカリの後輩が宿儺みたいになっていて、それに対して宿儺が後輩と、カシモくんも疑問を思い浮かべております。そしてここで時間帯的にも、東京第一コロニーで火車が追加したルール10、ポイントの譲渡、これを可能にするルールが追加され、このルールが追加されたことで、カシモが100点を使ってルールを追加する、もしくはハカリがカシモに100点をもらってルールを追加する、このどちらかが可能になりました。そしてパチンカスの片鱗を見せていたシャルル君は道端で塞ぎ込んでおります。もうパチンコでね、5万ストレートで負けたような表情をしております。やはりハカリはシャルルのことを殺してなかった。さらには後で腕は直すと、軽いなっていう感じですね。まあ、ちょっとね、ハカリが悟すようなこともしてるので、シャルルも一緒に行動するみたいなことはあるのかもしれません。そしてここにもね、西宮ちゃんが登場しました。だから京都校メンバー結構チリジリになってるみたいですね、いろんなコロニーで。なので美和ちゃんだけが仙台コロニーで不穏なコマが描かれていたので、てっきり美和ちゃんのこう単独行動であれしてるのかなとも思ってましたが、今回西宮ちゃんもねこう入っていたり、この後科目も出てきたりするので、不穏には描かれてましたが、コロニー内にいたことは不思議ではないのかもしれません。そして追加予定の4つのルールっていうのは、仙台コロニーで乙骨くんも言っていました。伏黒くんの提案した2つのルールっていうのが、この1、2番、そして3番が連絡手段の確率、4番がコロニーの出入り、これは以前からもね書かれていました。そして西宮ちゃんはこの3番の連絡手段の確率を後回しにしてほしいと。その理由は、マキが結界を素通りできると、コロニーのルールを無視できるキャラクター、それがマキだったということで、これは以前にも伏黒当時が高専の結界内をこう素通りした、呪力が完全にゼロの天陽呪縛がゆえに可能にしていたものだったんですけれども、マキも17巻の足を含む回で当時のような存在になった。なので死滅回遊でも当時がやっていたことと同じようなことがマキにもできるようです。そしてメイさんの弟くんと協力すれば、3の連絡手段の確率は解決するということで、どうやらウイウイも出てくる可能性が浮上しました。メイさんとウイウイは渋谷事変で偽ゲト、つまり賢者に殺されそうになったっていうことで、クアラルンプールにね、そんなに時間をかけず移動してました。その時にメイメイはウイウイの術式だと言っていた。なのでウイウイの術式はちょっとしたワープというか、ちょっと無加減呪術の瞬間移動の、まあ、同じような術式なのではないかっていうことが以前からも言われていたんですが、ただね、メイさんは光線側というよりかは主戦度とも言われているように、お金が結構重要になってくるキャラクターなので、渋谷事変の時も、まあ、日本のためっていうよりか金のために動いていたような部分と、あと誰かしらとこう電話して株や不動産は売りさばいた方がいいよみたいなことを言っていたり、いまいちね完全な仲間っていうわけではなさそうなんですが、またメイメイやウイウイも死滅界に関わってきそうな雰囲気が出てきました。そして西宮は覚醒したマキにマイの遺体をこう預かっていました。だから西宮ちゃんはもうマキのねその状態を見ている。それはなったから怪物にということで、マキさんが再登場。11月14日3時5分桜島コロニーということで、現在のハカリ、乙骨、虎杖、伏黒の東京第一コロニー、東京第二コロニー、仙台コロニーってのは、共に11月12日の11時半からの時間で行われていました。そして同日に全員家壊滅ってことが以前にも書かれていたので、今までは全て同日の出来事だったわけなんですが、今回その2日後11月14日桜島コロニーということで、鹿児島、まさかの桜島コロニーの話もやるんかいっていう展開になってきました。正直ここまでいろんなコロニーが描かれるとは思っていなかったので、鹿児島のコロニーまで出てくるのとびっくりしました。そして今までマキさんは目がこうもう傷がついてしまっていて、まあ、見れないんじゃないかなっていう風に思っていたんですが、今回両目開いて、なんかねもうちょっとイチャテローっていうような目もしてますので、どういう感じで出てくるのかちょっと心配ですよね。そしてこの今回も出てきたこのなったから、これは虎杖が国戦をした時にも東堂がなったなっていう風に言っていました。そして五条悟の時も1年後悟は最強になったっていう時もこのなったが使われてました。呪術改正におけるこのなるっていうこと、これは一歩ね次のステージへ進む、マキさんもいよいよあっち側に行ったっていうことでしょう。そしてここ巻末コメントでもね、虎杖、火車、鴨川が大体同じ髪型になってしまいました、どうしましょうということも書かれていますが、この髪型どうしたんですかと、めちゃくちゃ鴨くんが単発になりました。君は強くなったが俺は落ちただけだということで、鴨くんは次期鴨家当主というふうに言われていた。それはね交流会の時にも書かれて
ております。ただ他の人が当主になったということで、科目はもともと側室の嫡男ということで科目にやってきております。ちょっと訳ありっていうことですよね。だから別の当主が立った今、訳ありはいらねえよっていう風になってしまったんだと思います。そしてメイメイとウユウはマキのね使用にも協力してくれたっていうことで、おそらく全員家問題の一悶着というか、全員家は御三家保留になってる状態ということはちょっと前にも書かれてましたが、そのいざこざとかにもね、どうやらメイメイウユウは関わっていそうです。一応ね、この桜島コロニーの攻撃的な術師や呪霊は排除できたっていうことなんですが、ここで二人はおぞましい雰囲気をね感じ取ってますよね。そしてこの小金の最初のアナウンス、コロニーに入る時にね、伏黒と虎杖も聞かれてました。それでもお前は入るのかいということで、やかましい殺すぞということで呪霊が入ってきました。まあクロール氏の前例があるので、呪霊のプレイヤーもいるんだなっていうことは分かっていましたが、こんな感じでね、呪霊が自分の意思でというか、まあ自分の意思なのかやかましいということであんま聞いてないのか分かりませんが、とりあえずなんかやばそうな呪霊が入ってきましたよと。もしかしたら全員直也くんのね、あの生まれ変わりというか、直也くんがね死後呪いに転じた呪霊かもしれません。冗談です。はい、ということで最近まではバトルパートであんまりね新情報とかは描かれずに、本当に本格バトルが描かれていたんですが、今回は久しぶりに呪術廻戦らしい情報量多めの、文字量多め、考えること多めの展開でございました。今回はね情報量も多いということで、個別で動画も上げていきますので、ぜひ皆様の意見や感想考察も下のコメント欄で教えてください。最後に出てきた呪霊は全員直也の生まれ変わりだろうって思った方は高評価コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では。